春風すずでございますということで、あの前回 のステレオ録音アンビエント、あの環境音のステレオ録音がですね、私のまあ予想を超える皆様からの反響が嬉しいでございますな。なんだけど、まあちょっとね、説明不足もあって、いろいろ皆様から質問も来ているので、まあ、今日はその質問に答えさせていただこうかなというふうに思います。ということでですね、まず、ちょっとちゃんとしたシステム構成をですねご説明したいかと思います。まあ F さんは A ですな、 F さんはね、 F さんがあって、上で前回のところもリンクつけてんだけども、ステレオ用のこの幅のか、ね、自由にこう変えられる、マイクスタンドの部品なんですけど、それを、まあ、ここね、これはスモールリグの、自由にこう角度がこうペコペコンってこうね変えられるやつを、まあ、ちっちゃくてね軽いからいい意味で、もうちょっとでっかいの方が使いやすいかもしれないんだけど、つけていますな、こうやってね、こういうふうにつけてね。で、で音楽用のこういうマウントっていうのはだいたい5分の3インチのちょっと太ネジってやつだね、太ネジからさらにもっとでっかいのもあるんだけどを使ってるので、まあ、それの変換をここにかまします。あのここには、4分の1インチなんでね、でじかにねちっちゃいこういうやつで直にくっつけてもいいんだけど、ちょっと短かったからちょっと下駄履かしてる感じになっています。それでこれマイクスタンドはこの挟むやつね、あこれね、使ってます。本当はねショックマウント、ゴムでこう浮かすショックマウントを持ってるんだけど、意外と使いにくい、結構なんかボヨンボヨンとしちゃったりして、で握りのこういうハンドリングノイズは出るものショックマウント使っても出るときは出るんで、だったら取り扱いをですね優しくしてあげた方がいいかなと。でね、ケーブルはですね、まあ50センチぐらいかな、30センチじゃねえかな、まあぐらいの、まあ短いXLR のケーブルを使っています。まあここはもうちょっとなんだろうな、ナイロン編み編みのなんか綺麗なやつでかっこつけた方がいいかもしれないね。まあ、この長さだから何使ってもそんなに音変わんねえと思うんだけど、まあ逆に高級なケーブル使ってもいいかもしれないね。そっちの方が面白いかもしれないですな。で、ここの高さがちょっと下駄を履かしてるのと履かせてないのが、まあ、あるのがちょっとポイントなんだけど、なくてもいいっす。全然なくてもいいっす。直接つけてもいいです。これやってるのは、ちょっと高さ変えることによってクロスさせるときにちょっと塩梅がいいかな。あんま変わんないけど。クロスさせる時の配慮で多少ちょっと下駄履かしてますけども、まあ、もうちょっと高さが変えられるんですけどね、ここのネジでね。まあそんなようなのもつけてますけど、基本的にはアンビエントの場合はそんなに、やんなくてもいいかなという感じです。で、一番皆様ご質問が多かったこのモフモフ何使ってんですかというお話でございますけども、やっぱりねモフモフは使わんとダメで、付属のスポンジがあるんだけど、あれ室内で直接こう喋った時の息をね、ちょっと防ぐぐらいな、ポップガードぐらいにしか役立たないんで、外出た瞬間にもう風がなくても歩き始めたらボボボボボって言っちゃうね、スポンジだとね。でこのファーがいいんですけど、これは、他の人のコメントの前回のコメントにも書いたんだけど、まあディエティね、ディエティの、D4ディオっていう、まあ、双方向マイク、前と後ろにマイクがついてるやつのモフモフを奪ってつけたんだ。なんだけど、Amazon にこのぐらいのサイズのモフモフが結構売ってました。まあ、どれって使ってないんだけど、まあ、今度ちょっと安いから1000円程度だから、ちょっと買ってどれが良かったってレポートはいずれしようと思いますが、いずれにしても19ミリから入る、こいつはね20ミリかな21ミリかな、ちょっと太いんだけど若干きつめのやつ使ってます。そっちの方がね
外れなくていいですよ。ということで、まあそういうモフモフを2つつけております。でもって、もう一個ね、ちょいと危ねんじゃねえっていうご指摘も受けたんですけど、これの角度の問題なんだけど、ちょっと前回の動画の中でも解説してるんですが、カーディオイドとかスーパーカーディオイドって、まあ、正面が一番感度がいいってちょっと言い方難しいんだけど、正面がこのマイクの一番いい音で取れるエリアで、スーパーカーディオイドの場合、ここが60度ね、60度の範囲がまあいい音で、このマイクとしていい音が取れる範囲、まあ、それより広がってる外側が音が取れないってことじゃないんだけど、いい音で取れるところは60度ってことは、こっからここの角度が30度、こうね30度、まあ、こっち側を見るとここの角度がスーパーカーディオイドだと60度までにしておかないと、真ん中が俯瞰地帯に入ってっちゃう。60、これが30度より外側になってっちゃうとね。なんだけどこいつはね、スーパーカーディオイドなんだけど、カーディオイドぐらいの画角持ってます。でカーディオイドの場合はね、ほぼね180度に近いとこまでは同じような音になってます。でもうちょっと厳密に言うと、90、まあそうね、スーパーカーディオイドよりは広いので、俺なんかはここの角度が90度ぐらいまでは、この角度ね、この角度ね、この角度が90度ぐらいまではスーパーカーディオイド、普通のカーディオイドの場合は90度ぐらいまででも、まあ音質はそんなに変化しないかなと思って使ってます。なんでこいつは C2 なんだけど、 C2 でスーパーカーディオイドなんだけど、カーディオイドぐらいでやってるので、前回の動画の中でここが90度ぐらいまではいいんじゃねっていう話。ただし前回も言ってるんだけど、ヘッドホンでちゃんと聞いて、もう一回言うよ、これ角度を広げるとマイクの角度がつきすぎちゃうから、正面がマイクの俯瞰地帯に近づいちゃう。なんで、真ん中の音が弱くなっちゃう。こういうの中抜けっていうんだけど、音の中抜けっていうんだけど、それをちょっと気にした方が良くなってくる。広くなればなるほどね。ただしそれは基本中の基本で、アンビエントって言って、環境音は別に正面に取りたいものがあるわけじゃない。360度どっから音が来るか分かんない。まあ、一応ねカメラで撮ってる画角っていうのがあるから、そういう意味では一応正面と後ろはあるんだけど、でも大自然の中で耳澄ました時に前も後ろもそんな関係ないんだよね。360度音が来るんで、極端な話ですよ、このマイクを180度そっぽ向けて撮ったって楽しい、とっても楽しい。で広げれば広げるほどステレオ感は増します。で主要被写体が、目の前にあって、例えば前に鳥がいてとか、その声とっててあんまり開きすぎてると中抜けしちゃうから、その音がちっちゃくなっちゃうからね、よろしくねえんだけど、それにしたってだよ、主要被写体撮ろうと思ったら少し向けりゃいいんだよね、少しそっちへね、こうやってね、暗いの感じだから。意外とねアンビエントは、常識があって常識がねえみたいな。聞いてみて面白ければいいじゃん。で今こいつは20センチだったかな、このマイク幅がね。でこのマイク幅が広がれば広がるほどまたステレオ感はドーンと増えるんですよ。なもんで、本当はこれの50センチ版のねマウントとか1メーターのマウントも欲しいんだな、アンビエント撮るときにはね。でもそこまで行っちゃったらマイクスタンド立てた方がいいことも多い。なので、アンビエントは楽しいぞ楽しい違う、その場で撮って自分であたかも楽器を演奏するがごとく、自然の音を自分が神になってですよ、コントロールできるのがアンビエントなんですよ。なのでこの
この超ちっちゃいセットで、前回もねこれ持って歩いてたけども、でぐるぐる回ったりしてたじゃないですか。あの面白いんだよとにかく。まあなのでうん、面白いのでシーツいいっすよ。シーツもうアマゾンで1万円くらいになってたで、あの今でもサウンドハウスは6000円ですから、サウンドハウスでお買い求めいただくのがいいと思いますけども、こんなちっちゃく安いマイクでさ、大自然の音がさかっちょよく聞こえるのさ。案外ともう音楽業界の方もこの私の動画を見てくれるようになっちゃって、お恥ずかしい、あの春風ですし、音楽全然音楽録音できませんので、あの教えてください。あの音楽の常識はないっす、ないっす、あのちょっとしか分かんないっす、まあ、多少は分かんないけどちょっとしか分かんないっす。なんだけど、アンビエントは自由さ、好きにマイクとレコーダー使えばいいのさ。32ビットだから何でも来いだよ、うん。ということで、まあ、楽器取るんであればね、ちょっと他の人の解説でもやったけど、あの俺なんかピアノの録音とかは、それから三味線やってんで、三味線の音の録音とかギターの録音っていうのはまあまあやるんですけど、あのその時はやっぱり右側に、あ左側に低音聞かせて、で右側で高音聞かせてみたいな、まあある意味その楽器の基礎みたいなのがちょっとあって、ピアノってそうでしょ、ピアノ弾いてる側から見ると低音が左で高音が右、まあ聞いてる側だと反対になるからどっちがいいのとか、ちょっとその辺はあの動画になるとまたちょっと意味が変わるんだよね。ピアノ弾きにとっては低音が左で高音が右にねえと気持ち悪い。なんかピアノ弾きますから、ピアノが反対にこうミキシングされてると超気持ち悪い、超気持ち悪い。ただあのコンサートのホールで聞くと、だいたいオーケストラに対してピアノは左側、見てる側からするとね、左側、まあ下手って言うんだけど、あのピアニッシモなんて言って、ピアノが下手みたいな言い方よくするんですけど、ってなると、まあ、ピアノの音全体が左にあるよねとか、まあまあそういう、まあ、音像なんて言うけどさ、あの見た目に対して正しい位置にあの音が配置されるっていうことが、まあ僕ら映画の中でもね、ある意味ちょっと必要なんだけど、ただ我々その映画の場合、その位置を出すのは MH ってモノラルで撮っといて後で位置を出したりする。でアンビエント環境はこんなようなマイクで、まあ好きに撮れるんで、あの映画の中でね、アンビエントで撮ると楽しいね、楽しい。あのコンサ、あのすごい狭いさ、小屋って、あ劇場、あの何演劇やる小屋、あの劇場の中で芝居やったりね、あの映画の中でね、そうするとさ、あのカメラに対して右側の役者が喋ってると左側が喋ってるっていうのをさ、このアンビエントで撮っといいね、うん、そんな体験も昔はございましたけども、あのまあということで、まとめると、オリジナルでつけていないこのスモールリグのこういうね、両側がネジ穴になってます。両側がね、ちょっと両側がネジ穴になってるこのジョイントって少ないんで、ちょっとそこポイントでしょ。でアダプターでかましてでしょ。でこのステレオ用のこの台座はまあ1000円から3000円の間ぐらいでいろんなもんがあります。でこれマイク用なんで、このマイクに合うネジがついてますね。でこれはアタチの場合はこの汎用の洗濯バサミ方式マウント使ってます。あのつけたり外したりが早いし、あの簡単なんで、あのでショックマウントも安いマン、あショックマウントってね、ごめんまた話がちこちってけど、ショックマウントって2つの意味があって、一つはこのあのハンドリングノイズを回避するためなんだけど、もう一つはね、ショックをポンってぶつけた時にショックを和らげるっていう、そういう意味もあります。なのでただこれもね、意外とほら意外とねこいつ柔らかいですよ。ぶつけてもね、あのポンって弾けて取れるぐらいな感じだから、まあまあその対ショック、あの衝撃に対してはこれでも十分大丈夫で、握りに対してはこんなちっちゃい機械なんで、あのちゃんと持ってたら握り音は入らないです。でケーブルは
あんまり細くて長いとパタ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 いっちゃうから、やっぱこの太さ、普通の、5ミリっていうのかな、あの太さのケーブルが、まあ、若干短め、30センチでもいけんのかな、これ30センチかな、ちょっと長さ測ってみっぺーか、これ何センチこれ、まあやっぱ50センチやね、50センチケーブルがちょうどいいな、やっぱりね、30センチはちょっと短いと思う、ちょっといたずらして角度変えたりするのにね。ということで、アンビエント、俺たちアンビエント撮るぞサークル作ろうぜ、みんな、俺たち F3 でアンビエントみたいな、あのいろんなとこ撮ってきてよ、あのおいらの家の周りはさ工場地帯だからさ、一日中ブーンって言ってさ、飛行機もさ10分おきぐらい飛んでくるからさ、千葉県の上空は飛行機ばっかりだから、飛行機と工場の音はすぐ取れるだけど、他の音はさ難しいね、フィルターで抜かないとね。でおいらとか若干田舎だから、この間の映像みたいにバッチャーとかグーとかカーとかピーとか、なんか鳥はよく鳴いてっけどな、うん、ということで、アンビエント撮ろうぜということでございました。では20日の月涼しいです、チャンネル登録ありがとう、2000人超えた、嬉しいね、じゃあね。